はい、確かにリグが出張して多分なんかご飯食べて配信する予定だったのにウーバーが遅れて遅刻しました。コンソール湧いてないんで、ね、簡潔に、まあ、それを見てみたらちょっと分かんないですけども構成変えてネクストリング見えないんで、はい、大体でいやめっちゃいいポジション取ったよこれ。南寄ったから、はい、あそこ強いから行きますかっていう感じもあります。ここ守ると絶対チャンピオン取れる。まあやっちゃうかって感じかもしれないですね。もう今のところローバ採用がマジでいい、一番いいこのポジション。ドークスから抜けたか。レディアンはいいぞ。上からキルポめっちゃ取ってる、取れるこれ。フリを取っていたのはワウだったように見えますが、結果的にはマウス EV 取りました。さあクレジラ君ビッグステップ行くんだ。ウカワキンの鈴木落とさ残ってるのはアレル。あらす5キル。クレイジーラクーンがキルを伸ばしまくる展開になったこのゲーム2。さすがラスカル、メニューちゃんと抑えてるぞ。いや偉いですね、はい、最後はココロビゲーミング組んだ右。さあシアルどうする。まあ一応あ落とした。おお。プチドーム一番落としたが。これちょっと。まあアンチドームが目の前入ってるから。うわトリプル。右のチームやったら絶対チャンピオン。倒したじゃん。ラスがフレーバー持ってるぞ。さあ右回りして落としていく。まあスモークもありますね。周りの作戦聞いたから。ラス怒ったね。鬼に金棒だ。いや惜しい。ウラウラーとクレーバー。ココロビゲーミングは引くしかない。クレイジーラクーンがチャンピオンを取れるような。また左守って左オッケー。これはアドバンテージにラスが来た。魔王降臨。待てすぎ。どんだけ当てるんだ。やばい。クレイジーに攻めてきたラスがダブルキル。ラス残ったよ。これが俺たち見たかったクレイジーラクーンだ。さあラストオブダイですね。これはまあお互い3-3でしょうか。あそうです俺の友達 VS CR、さあ KR 対決 EV しね、しねえもん。 CR はなさそうか。クレーバーはクレーバーがね良かったからしねえもん。一発これで一人当てない。チャンス行くしかない行くしかない絶対に強。さあスモーカルでちょっと見づらい。抑えれるか。まあバッテリーは負けた。いやただ味方のヘルス状況が苦しいので前に押す判断にならなかった。魔恩師が手前まで来ているぞ。ただシアル展開してる。ガスが気づいている。抑えるアップできない。イーヴィが抑えた。これでも体力ないから、ああ絶対勝った。これメイニーがフル HP。 イーヴィ後ろから削る。高台を取っている。偉いマジ。うおー。いやしかしどうだ。シアルイーヴィが落として1-1。え惜しい。このクレイジーラクーンとの一騎打ち制したのは韓国の新勢力ディアズ。強いね帰ってきた。このチームもベテラングイ。でもキルポめっちゃ取ったから、シアルが一番取ったから問題ない。いい感じ。これラス中すぎだろ。ラスが韓国来て俺と射撃場で1対1やったのに俺ボコボコされたよラスから。なんか1時間ぐらいにボコボコされてエイペックス削除しようと。マジで意味わからない。ラスの動き。心配じゃねえ。今日のシアル強いね、マジで。絶対いけるよ。まあ。1試合で24ポイント いいじゃん。15キルでの、まあ、刺されてましたが、警戒するピンでしょうか。あ、いますね。いるっぽいですが、どうだ？やりいってる？あれ？ネピュラが落としているぞ。むしろキルポラス蘇生の方打たない。ダンプーなるほど。揺れ投げてくれ。展開してこれもワン強2キル。オレンジネメシス落とした。ワンがもう苦しすぎる。ネピュラもちょっと展開が早すぎるということ。いや今日のラス、いやマジでうまくね。いやー挟まれた。これで3キルポイントゲット。ラスは蘇生の方を通すから来てからキルポイントに帰っていった。ああそこにもいたっぽいです。ああ門側でいるんですね。おあれ大丈夫か。え大丈夫そう。バグってる。え埋まった。え埋まった埋まった。え何これ。ちょっと怪しいと思った。あーそんなバカな。しかし出すぎ。ああ大丈夫だ。ある起こすゴミ系。これゴミ系。ゴミゲームすぎだろ。なんだ今の。マジか。
なにこれ、たまに、たまに、はい、たまにじゃないよ。いつもこういう感じだったよ。まあまあまあ、もう一回、もう一回、もう一回。まあそこにもいたっぽいですか。門側でいいですね。今いけ、뭐야。あに、뭐이런게임이있는거야。まあそこにもいたっぽいですか。門側でいるんで。いけ、뭐야。あれ？あれ？아니점프존나하는데안나와죠맞다맞다맞다야これ落ちて死んだから良かったよ。これ落ちてなかったら絶対なんか調整もできないじゃん。でも起こして良かった。第二リングの縮小がスタート。お、ネビュラのポジションに武雄が降りてくる。あの山降ってきた。しかし CR 見られてるぞ。CR が見られてますね。これしかも先取りしてるぞ。まずい。今100当たりいきますね、これね。クレイジーラクーンはこのチャンスを逃したくはない。バロス、箱が多分あされないんで、これ苦しいですね、だいぶ。あ、頭見た。ここです。うわ、すごい。ただ、ラスト削っている。目の前、カバーに入って、ラス。うわ、これがいいか。これ、CR まずいっすね。あ、カタ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 。ナイス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 。いや、よかったよかったよかった。ナイス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 。起こせる起こせる起こせる。どこかが来る可能性もあるが。まだ大丈夫か。そうですね、大丈夫か。これで5キル5キル5キル。ディアズもまだ遠いですね。あ、6キルか。あ、まあ魚振られなくてよかったですね。さあどうだ、ちょっと難しい。一旦仕掛けに行く。これで CG ラインが強気に行って、レイキッドの通常状況を把握していたか。さあ殿下の方とアーマーサップ。いや、なんか判断が全然やりやすい。本当にうまいね。うおー、レイジー削る。まだあるぞ。あ、スピンキーよう落とした。これで試みが1枚になった。クレイジーラクーン立て直す時間ができる。さあシアラもはちょこちょこ。ナイスウルトン、いいウルトン。あ、ただセルがないか。セルないっすね。ないっすね、回復ない。あ、落ちるしかない。あ、しかしこれ2人と同じで目の前。ナイストレイド、ナイストレイド。残ち勝って、残ち勝って。うーく取り切るかメイに重要なファイト。あ、違い。おお、よかったよかったよかった。アマは、アマは、いや、勝ったぞ、ラス生きてるやん。そして 2V1 お疲れチャンピオンだ。ナイス。あー、ラス見ちょった。今回は取りに行きました。メニューと消された。マジマジ2ゲーム連続大量得点。この LCK ファイナルゲーム3、チャンピオン獲得はクレイジーラクーン。押しに行くぐらい、かっこいい。かっこいいじゃん。さあ、ネキタ人気。ちょこちょこ。あ、落ちるしかない。これメインにこのプレイマジでよかった。ないか。ないっすね。回復ない。あ、落ちるしかない。あ、しかしこれ2人と同じで。プレイド。レイジメイド落とした。クレイジーラクーンは2枚の生存目の前。これ100。取り切るかメイに。重要なファイト。あ、違い。取り。これ下がったじゃん。マジでよかった。アーマーあるか。アーマーは。アーマーは。ある。わずかに残っている。そして 2V1 クレイジーラクーン。ここでチャンピオンだ。いいね。最強。取っていきましょう。お願いします。オッケー。まあうまい。では現状の3ゲームを終えた時点の総合結果見ていきましょう。ああクレイジーラクーン転倒。おっと3ゲーム転倒。この流れはまさか。聞いてるよね。最速タイ。この流れはまさか。ラウンド4勝ってほしい。まさかまさか2連続あるのか。エパックス。これマジで眠い。ラスマジ頼む。あと別パインで怖いっすね。メイニーがある速おっと巻いてるんで、これ一発一旦引いたと見せかけて、これチャンピオン取るのが大事。もう一発いく感じでしょうか。いや、これ無課金からしたら立派回復。本当にチャンピオン取るのが大事。俺眠いから。マジで眠たいから。多分今回は完結。さあ次は6試合目、6ゲーム目になります。ここで終わっちまうのか。そうですね、終わる可能性は十分。来ました。ああ、寝ないよ寝ないよ。うん。ああ、おはよう。ああ、されちゃった。ああ、まあちょっと寝たよ俺。ラウンドロック？なんか配信しながら寝る人もいるね。そんな人いる？ここにいますね。でも CR の狂気見たくて配信つけたから。え？またバローズ。バローズ。バローズが CR に対して。あ、メインに倒した。さあメインにかっきる。
さあ2人になってしまった。うわ、しかし上がった先には SBI がいる。いや超苦しい。クレイジーラクーンピンチ、危機的状況にある。ただギリ入ってる、ギリ入ってる。間違いで行くんだ、絶対行くんだ。バローズ来たれや。2枚マークの絶望の状況を作り上げて、しかし返していく。ホールと SBI に振られるぞ。大丈夫か、バカ。 なんとか飛んでる人、飛んでる人。下、下いるぞ。下いる。でも上から見られちゃう。どうする。いるんでね、バレますね。よし、ちょっと今日バローズにだいぶ邪魔されますね。そうですね、はい、ちょっとなんかバルキリーないからアンチ入るのが順位ね。俺さ、ヘッドセットつけて寝てエイペックスの音聞こえるじゃん。だからかな、俺エイペックスの夢を見たよ、マジで。さあハイドに気づけるか。闇だ、見てる、見えた、ちゃんと見てる。レオディアン、おっと、CR か。うわー、やばい。バカをワンマグした、オルタネーター。これは CR も起こせる状態にはなっているわ。こういう除去があったのに俺ネッター、こう見すぎだろ俺。上がった先には SBI がいる。ごめん、いや超苦しい。危ねえ危ねえ危ねえ。頑張ってほしい。次のラウンド、本当に大事なんだよね。なんか CR がチャンピオン取って、ノーセップと一緒に世界大会、大会やると思うよ。そうですね、ちょっと怖い。やば。え、行くんだ。突撃だ。マジ行くのか、クレイジラ君。勝負だ。ネビラはどいていそうです。あ、ここ守れるの。ネビラがもう近いぞ。バイトっすね、はい。これ勝負だよ、勝負。あ、ただいいとこ取ってたな。当たら、当たんなかった。タマちゃん、ナイス。タマナハマサキ、まさかのタマナハマサキの参戦。クレイジラ君が有利なファイトになった。いいポジション、ラストのポジション見て。いい、ね、クレイジラ君がチャンピオンを取るためにこのポジションを力で奪いに来た。本当にいいポジションを取ったね。ラストのポジがいいですね、だいぶ。まあちょっとチュンチュン受けてるんですけども、全然切れる。いい勝負だこれ。これ絶対。強気らしい、すごい。いけるよ。取るポジションもなんかすごい。あ、どう？危ない危ない。まあスモークないな。ちば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 。まあまあスモークあったらいけそうです。ちば。まあ押されるね、メイニーが。ただ。おっと。バンガロールアルティメット来て前にいた。クレジラクピンチだ。行かないで。蘇生はするが、まあガスがどんだけ抑えるかですが、ちょっと、あ、いいカバー、いいカバー。後ろの持ちよさんとか熊さん、起こした起こした。あ、ただ蘇生しきった。あ、でかい。あ、ですあ、です。まあちょっと攻めれなそうですね。さあ、側の車線を目で物理的に切って。本当にいいカバーだった。マジでなんかラスのポジションが神だよ。これ。ファイトで取り切ろうって感じでしょうか。さあ、クレイジラ君のポジションどっか飛んでったと。おっと。バカ、ね、飛んできても絶対絶対。負けないよ。ただメインにダウンするとまずいぞ。これノーダウンできない。あ、ノーステップだ。ノーステップが来た。キングキング、これでノーステップ全滅。クレイジラ君ノーダウンだ。しかし漁夫が、あ、もう気が手、あ、もう気が手、あ、もう気が手。いやー、ここはハオが来ている。なんで、いや、みんなここ来たよ。リグも来てるぞ、大丈夫か。え、CCG あれ、ヘイト買ってない。まさか、これ目の前は、これはちょっと何チーム切った俺。ワン、ツー、スリー、ノーセップまで4チーム切ったやん。敵をコントロールできるのも強いですね。そうですね、はい、まあ、このクマさんに関してはカタリスト実装当初から一番最初から使ってたので、行くんだ行くんだ。連続が高いんですよね。そして SBI のワンノックを取っているか、クレジラ君。さあ、これ押し切るか、まあ、カタリストルダーで成功しきる。まあ一旦タッピングで落ちる。いや、しかしここを、このチーム殺してここ取ったら、まあ、車線気をつければ、あ、まあ、いいのか。あ、来た、潰した。いい壁、いい壁、マジでいい壁。あと行き過ぎるとちょっと上の車線も怖いんで。いいね。外れるんで次が多分もうここ行っちゃおうって。そうですね、はい。ヒルポンも取ったし。取り返したきゃ怖いが、さあ、絶対チャンピオンいける。ローリングさんだ。多分、バローズとハオです。この試合で。終わると思うよ。対するどこ行くどこ行く、迷っている、迷っている、決めきれない。やあ、一旦上、いやこうすると行けるのか。リアルがどうなんだそれ。なんとかなっている。ネイピラの後ろを狙いに行く。さあ、パクハがいい位置、リーグに対し
超圧かけてる。そうですね、パクハがプレッシャーかなりかけている。ただハオとしては2ダウン。クレイジーラクーンがチャンピオンに近いか。さあシアルもちょっと押されてますが、ラフテルも全滅です。残り5部隊の14。さあシアルこれ勝ち切んないと。そうですね、ダリーも守ってるし、もうナイス。とこれはこれ取り切ったら超ゆっくりやれ、ゆっくりくれ、落ち着け。ナイス、出るか。絶対ちょんちょに絶対ちょんちょに。ただ空爆の間で一旦なんか、なんか韓国語聞いたけど。ただリングナイトも後ろいるのが怖いですね、これ。あ、ただ弾けてるか。おお、うまい。あ、これでもリグナイトもあると。そう、リグナイトこれ後ろ取れるんですよ。後ろ取れればリグナイトもある。はい。絶対ちょんちょに。そうそうそう。リフトからアップして。さあ、上がっていく。ヘッドを勝てないぞ。削ってる。ああ。リグさん、ワンダ取った。リグ。まあまあ。これ大チャンス。待って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 。チャンピオンの勝つ。やった。魔王が。魔王が。掴めそうね。いや、CR のが一応有利。上強い、落としていく。お前さあ、まあ拾って早い。山サップ目の前残っている。リゴうざい。ワンワンだから、これ一人ダウンしてると。さあ向こうは目の前は誰だ誰だ誰だ。エイペックス頑張るだ。エイペックスが勝ったじゃん。何いる、あれ来ないぞ。二人終わった。なあ決まりそうか。よかった、世界大会また行くんだよ。金子を持っている。決まる。2年連続 LCQ か。もう割り付けていく。さあ突撃、ラスト1枚2000デミージ決まるな。クレイ、2年連続さすがラス。昨日に俺がラスに言ったよ、絶対負けないって言ったよ。信じたよ、ラス強いよ。 LCQ ファイナル優勝を果たしたのはクレイジー役。ラス29キル名前見れなかったら絶対シーターだろ。クレイジーラクーン14キル。こう見ラストパカこのチーター。すごいことになってますけどね。マジで意味わからん。動きもエイムも。あ、CRのインタビューある。まずはラスさん、キルをしながらチャンピオンのポジションを取るというような立ち回りが多く見られました。この LCQ 振り返ってみてどうですか。あーん、いやなんかまずなんか心的にやっぱ1位か2位かじゃないですか。うん、そうですね、はい。でやっぱ1位がちょっと運要素が入って2位狙ってやったんですけれども、あ確かに。だからちょっとキルちょっと取りながらやろうみたいな感じで、それでちょっとよくできているようだったので嬉しいです。わかりました、ありがとうございます。またショマさんもおっしゃってた通り、この2枠あるというところをうまく生かした立ち回りでしたね。はい、そしてパカー選手、はい、さあ今回どんなことを考えながらプレーをされていましたか。이번에어떤걸생각하고플레이를했어。あ、メインにが主役してくれる。저희가마친지얼마안돼가지고다시원래대로이제돌아와서약간좀킬못보나이제이런걸좀하면서하는전략으로했고요그리고좀내여섯번째판부터는링플이랑좀섞어서한것같아요 라고부탁드립니다에그래서킬무브結構6시合目まで5시合目かなまで킬무브를しながらやってその6시合目からはアンチ読めるキャラ入れてアンチプレイをちょっと混ぜてプレイしました。結果的には最後のメイニーすげーというところですよね。ありがとうございます。そしてメイニー選手聞こえてますか。はいはい、まあこの2人についていくっていうのはこの、まあ、トップ韓国プレイについていくすごい大変な道取り、まあ、世界大会もありましたが今回 LCQ ファイナル再度チャンピオンシップにチャレンジしていきますが今のお気持ちいかがですか。本当に今までティアをあんまりうまくプレイできなかったんですけど今回その大切だった。うまいうまい。気持ちが日本語うまいね。勝ちたいという気持ちが強かったのかわかんないんですけど、がメインの主食決定るようになって、いやできるようになって、それですごく嬉しいし、今回本当にみんなで頑張ってみんながうまくて勝てたから本当に嬉しいです。うん、日本語うますぎ。ぜひね、前回のスプリット2プレーオフで、まあ、悔しい思いなさったと思いますので。リベンジ期待しておりますということで見事今回優勝世界大会の切符をつかみましたクレイジーラクーンの皆さんでした。改めて優勝おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。おおおおお言葉嬉しいですか。あ、ラさんいいですよ。もちろん3人全部うまかったんですけれど、うん、
やっぱこの見えないところでよく頑張ってくれるバカがいるから今まで今日勝ったんじゃないかなって、今日マジでなんか裏で今日配信してなかったんですけど、まあバカが本当に上手かったので、僕より僕はまあキール拾えただけで、いや見えないところもあって、そのそういう細かい部分をちゃんとみんな見てくださったらいいなと思ってます。ありがとうございます。今日本当にパクアのキャリーパクアキャリー本当に本当に本当にガチです。懸垂してるね。いつも T1 の時が見てきたあのパクアキャリーがまた来たというパクアさん、パクアキャリー懸垂してるね。その通りでよろしいですか。どうですか。懸垂じゃないか、パクアキャリーなんて言うこれ。いこういこうにゃこ괜찮냐。일단은다잘해서이긴것같고후치님도이번에전략후반부에또투정해주셔서잘이긴것같고다잘해서이긴것같아요진짜니헌터니선호조금잘했다먼저민나민나음악같다시선호도치모선호코치가전략とかも修正してくれたし本当にみんなうまくて勝てたと思います。それと自分は本当にちょっと上手かったなってちょっとじゃないですよいや分かりました、ありがとうございます。改めて優勝となりましたクレイジーラクーンの皆さんでした、うん、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。